どうも、タクノリバータケオです。今日もよろしくお願いします。今日は先日山崎を切りましたが、今日は白州を切ります。先日ね、山崎の新旧飲み比べをやりました。今回も、リュウさん、こちらの方に送っていただきました。この白州の新ボトルと旧ボトル、これの飲み比べをやってみたいと思います。山崎はね、先日やった通り、僕の感じでは味が変わってます。で、芯の方が重厚っていうか、そんな感じになってました。白州はね、どうなんでしょうね。山崎ほど変わってるという噂はないらしいですけど、まああまり情報を入れずに、僕は僕なりの感想でやってみたいと思います。で、今日のテイスティンググラスも先日同様、白州と山崎のオンラインセミナーで、いただいたこのグラスを使います。で、こちらが、ジャパニーズ表記がある新ボトル、そしてこちらがジャパニーズ表記がない旧ボトルになります。はい、では開けて注ぎます。皆さん、白州のイメージはどんなイメージですかね。僕はですね、爽やかな、森林浴というイメージがあります。そしてハイボールがとっても美味しいという、イメージですね。そういうイメージありますけど、まあ今日は、まあ、その先入観は置いといて、単純に今日飲んだ感じの味だけで感想を言わせてもらうつもりですけど、山崎に比べるとやっぱそんな感じありますよね。山崎の方が少し重厚感のある感じですかね。では今回も、新ボトルの方を白州のグラスに注ぎます。一応測りましょうか。ワンショットずつ入れましょうかね。白州のこちらが新ボトル、ジャパニーズ表記がある方です。はい、そして旧ボトル、ジャパニーズ表記がない方です。はい、ということで、一杯ずつ入れましたので、まずは香りを見ます。旧、色合いはそう変わらない感じです。すっきり爽やか、重さがない爽やか系ですよね。やっぱり芯、香りの段階では、そんなに目立った違いは感じられないような気がします。微妙に違うかな。微妙に違うような気もするんですけど、ちょっと何が違うかまでは今のところちょっと香りだけでは何とも。はい、ではいただきます。まずは旧ボトル、爽やかです。はい、あ、美味しい。さすが白州ですね。はい、ちょっと口をリセットして、新ボトル、こちらも美味しい。ともに白州のあの爽やか系の、味わいが駆け抜けますね。微妙なピート感もいいですね。違うかなこれ。これはなかなか難しいですね。甘いウェハースのような旧ボトル、爽やかな風が、新ボトルの方が微妙ですけどね。森の風、だからあの旧ボトルがちょっとあのウェハースみたいなお菓子的な要素があったのに対して、その辺がちょっと消えて、さらにすっきりした印象が新ボトルにあります。
これはこの前の山崎と比べて山崎ほど差はないと思います。はい、でも山崎と比べて逆で、新ボトルの方がさらにすっきりしたような気がしますね。少しですけどね。だからそういった意味では白州の特徴がより出てるのが新ボトルなのかなと。白州も水なら使ったかな、少し感じました。もうすっきり爽やかっていう白州の特徴がより出てるのが新ボトルかな。でもそこまで大きな違いはないような気がいたします。ロックにしてみます。はい、ではロックを作りました。旧ボトルから、飲みやすい、美味しいです。はい、新ボトル、あ、やっぱ変わってますね。違うのは違いますね。ロックにすると、ちょっと違いが明確になってきました。新ボトルの方がこの白州のボトルの裏書きにも書いてあるんですけど、森の若葉のようにみずみずしくフレッシュな香りにすっきり爽やかな口当たりがより強調されてます。はい、旧よりね。旧ボトルも美味しいんですよ。そこまで大きな差はない、山崎ほど違いはないような気がしますけど、ちょっとさっき加水で飲むのを忘れてたんで、ちょっと一旦氷をちょっとずつ加水して飲んでみたいと思います。一応ね、一通りやりたいんで、ついうっかり加水を飛ばしてました。ちょっとロックを飲んだ後に、香りはねそんなに大きく違わないんですよね。ストレートだとそこまで極端にわからないんですけど、加水します。加水してどうでしょう。旧ボトルから新ボトル。加水するとわかります。はい。そんなに極端な差はないとは思いますが、新ボトルのはさっきも言ったように白州の特徴であるフレッシュさ、みずみずしさ、森の感じ、森林の感じ。っていうのがちょっと強調されたようなイメージです。そして僕はどうしても水ならを感じます。入ってると思うな。はい、ということで、ストレートとアスリートロックをいただきましたので、ハイボールをやってみたいと思います。はい、ではハイボールをワンショットずつ入れます。やはり僕の中では白州といえばハイボールが美味しいというイメージがあるんですけど、皆さんいかがでしょうか。山崎のハイボールもちろん美味しいんですけど、僕は山崎も美味しい、でも白州がより美味しいと思っております。爽やか系のものもいいですよね、味がね。はい、それが新旧でどのくらい変わってるかがハイボールになっても分かるのか、ちょっと楽しみでございますが、今のところね、さっきも言いましたけど、微妙な差だと思います。正直香りではあんま分からないぐらいの差だったんで、ただやっぱ芯の方が少し、白州らしさが強調されてる感じはしました。すっきり爽やか、森林浴の感じですよね。はい、だから美味しくなったといえば美味しくなったんでしょうけど、はい、では旧からいただきます。うわうま、
山崎と違って爽やかな、なんか初夏の風香るみたいないい感じのハイボールですよね。アクシブは本当にいつ飲んでも。では新ボトル、なんか違うかも、ハイボールになると若干違うかもしれません。これいつものアクシブの味ですね。やっぱりジャパニーズ容器の方がハイボールは美味しいです。すいません、美味しい以外出てこないんですけど、フレッシュな感じがよりあります。白州は山崎と比べるとやっぱりライトテイストだと思うんですよ。そしてそれが売りでもあると思うんです。で、その売りのところのライトテイスト、すっきり爽やか森林浴っていう、僕の中のイメージですよ、っていう森林浴のイメージが芯の方がより感じられるハイボールですね、これ。まあでもね、すいません、山崎ほどの差はないと思います。山崎はもう最初に香りの時点で、あ、違うって思いましたもんね。ハイボールは断然芯の方がうまいです。はい、芯ボトルの方が。なんでだろう、やっぱハイボールになると爽やかな方が勝つんですね。これからの季節ハイボールが美味しくなってきますが、山崎は新ボトルがいいと思います。山崎じゃない、白州は新ボトルがいいと思います。はい、ということで今日はですね、白州の、新ボトルと旧ボトル、ジャパニーズ表記があったのとなかったのと、これを、飲み比べてみました。山崎ほどの明確な違いはちょっと僕の舌では感じられませんでしたけど、香りの視点ではすいません、正直そんなに分からなかったです。で、ストレートでもそうでもなかったんですけど、加水とロックで分かりましたね。芯の方が微妙ではあるんですけど、白州の特徴であるライトテイスト、すっきり系、僕は森林浴の感じがするんですけど、すごく、その辺の感じが、より一層出てる。そしてね、僕は微妙に水ならをやっぱり感じました。白州にも使われてるのかな、ちょっとわからないですけど、山崎は多分使われてると思うんですけどね、ちょっとわかんないですけど、結構すっきり系です。はい、そしてハイボールはこれは新ボトルの方が美味しかったです。単純に美味しかったです。白州らしさがより前面に出てて、なかなかに美味しいハイボールでございました。はい、ということで今日はいただき物のこの白州をテイスティング、飲み比べしてみました。僕の拙い指導とレビューですけど、何かのご参考になればと思います。はい、はい、ということで宅の岩竹を365日毎日ウイスキー配信しております。ウイスキー以外もリクエストがあればやります。何かあればぜひ、リクエストいただければと思います。もしくはウイスキーでもリクエストがあればぜひコメント欄にコメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。毎日こんなことやってますので、お酒好きな方、ウイスキー好きな方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで今日のお宅の岩竹をこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。